北朝鮮の金正恩国務委員長が李ユキ・オ夫人と共に、公開南道の金山浦塩辛加工工場を視察したと朝鮮中央通信が8日、報道した。金委員長は工場で約30種類の塩辛試作品を完成し、7種類の塩辛製品数百トンを生産したという報道を受けて、これまで多くの仕事をしたと褒めたたえた。 また、研究開発事業や工場管理運営で提起される科学技術的な問題を解決し、企業戦略、経営戦略をすぐに立て直し、先進技術を積極的に探求導入するよう呼びかけた。キム委員長はさらに、公開水産資源を最大限活用し、複数の魚種で塩から製品を特色あるものにし、 販売しなければならないとし、特に、人民の評価に耳を傾けて、製品の質的な発展のための着想をしていかなければならないと消費者の要求を重視するよう指し示した。今回の視察には西流海東福委員長をはじめ、紀平隋氏、潮流元寺ら党幹部、金ちゃんン国務委員会部長が同行した。